想像を超える勢いで今多くの人々が都市に移り住んでいます。2030年には世界の人口の約 60% が都市で暮らしているとも言われています。そんな未来を生きる子どもたちにとって何が必要なのか、答えは一つではないはず。今こそ暮らしの全てを見つめ直した新しいアイデアが必要なのです。のこと、さらには健康や教育のことまで。しかも緑をそのままに、空気もきれいに保ちながら。So, how do we get there? 日立の答えはソーシャルイノベーション。今までとは違うアプローチで取り組みます。人々の暮らしに耳を傾け、そのニーズをしっかりと理解する。さらにIT を使った先進のソリューションにより、次の世代のインフラを、子どもたちの未来を作っていきたい。それが日立のソーシャルイノベーション。皆様にお知らせです。地震が多発している状況を受け、スタジアムでは観客の皆様の安全対策を一層強化しています。大きな揺れを感じた場合は慌てて出口や階段に殺到しないようにしてください。身をかがめ、頭を保護するなどして身の安全を確保してください。またこの地域において震度4以上の緊急地震速報が発表された場合、一旦試合を中断し、安全確認が取れ次第試合を再開いたします。皆さんこんにちは。必要ない必要ない、保険なんて必要ないって言ってた俺がまさか病気になるとはな。しかもちゃんと保険に入っていたとはね。はい、リンゴ。アートワーク、今入っておきましょう。アフラさんの医療保険。いいやつだな。保険なんて必要ないって言ってた俺が病気になるとは。私たちも入っとく？女性のための医療保険。どういう知り合い？ちょっと合コンで。アフラック、今入っておきましょう。アフラックのレディースエバー。痛くしないでね。 If we could drink the ocean, wouldn't we have enough water? そんな素直な疑問の中に未来へのヒントが隠れている。日立はより高度な水処理システムと IT を駆使して、深刻な世界の水不足やインフラ全体で答えを出していきます。今までにないアイデアで豊かな水のある暮らしを、それが日立のソーシャルイノベーション。予防から診断、治療、介護まで全体を見つめてサポートしています。医療システムと IT でみんながこれからの健康に暮らす社会を作りたい。それが日立のソーシャルイノベーション。 Next is now future. 日立 Expired Next。